また、この公園に来てみました。日付はですね、5月14日ですね。14日です。はい、前回は来た時は、4月だったんですけど、その時は、雪が降ってたんですが、さすがにもう溶けましたね。当たり前だけど。で、5月の公園はこんな感じになってます。はい、前まであのここが、土だったんですが、芝生を植えたっぽいですね。はい、芝生が植わっています。で、あと変化といえばここですね。前まで謎の道だったんですが、はい、こんな感じでね、これは道でしょうかね。通っていいかはよく分かりませんが、道になってますね。多分まだ未完成なのかな。よく分かりませんが、5月なんですが、気温が30度超えですね。とても暑いです。なんかゴミが散らかってますね。誰かが飲んでここに捨てたんでしょうか。中学生かな、やったのは多分。はい、鳩もいてね、とても のどかな場所なんですが、前回来た時と比べると、あの緑がとても多くなってますね。花も咲いてますし、鳩、なんか鳩を追いかけるような形になってますが、5月なんですが、吹く風がぬるいですね。あの夏特有のぬるい風のような感じですが、5月なんですが、もう吹いてますね、そういうぬるい風が。とっても暑い。この調子だと夏はとんでもないことになりそうですが、すでにもう汗びっしょりです。あと、はい、花もちらほら咲いてますね。こんな感じで、これは今までなかったですね。これで完成なのかな。入っていいかはよく分かりませんが、多分道になってるのでいいんでしょうかね。分かりません。おお、花も綺麗に咲いてますね。確か4月にはもう咲いてたと思うんですが、あの雪がかぶってたのでこんな綺麗に見れませんでしたが、はい、綺麗に咲いてますね。春らしくなってきたんじゃないでしょうか。もう気温はちょっと夏だけどね。とても暑い。じゃあ試しにちょっとここ歩いてみますか。多分歩いていい場所だとは思いますが、はい、このなんか変わった模様ですよね、この芝生。なんか意味はあるんでしょうか。よくわかりません。あ、鳩がまた。ちょっとね、炎天下の中で撮影してるので、画面が全く見えないという。ちゃんと撮れてるかは分かりませんが、今何度なんだろうな。30度は超えてるので、31か2度いってんでしょうかね、多分。もう耐えらんない。
はい、ということで、戻ってきましたが、こんな感じになっております。これ以上工事はやるんでしょうかね。とりあえず日陰に行きますが、はい、これでもう完成形なんでしょうか。あそこに山があるのはちょっと気になりますが、これで完成なのかな。でもまだこういうなんか途中っぽいものもあるのでね、ああいうシートとかもあるので続くのかもしれませんが、まあその時になったらまた来たいと思います。てなことで、ちょっと人がいてですね、ちょっとずっと見られてるのでこの辺で終わりにしたいと思います。ということでまた、次回お会いしましょう。お疲れ様でした。